はいどうも、皆さんこんにちは、モッティでーす。やっていきましょう、シングルレート。1700乗りましたね。早いですね、今回は。44戦で1700いっちゃったんですか。やっぱこのパーティーが合ってるんだろうな。環境にも適応してるし、多分自分でやってても使い勝手すごくいいんで、まあ、なかなか合ってる部分があるのかなと思いますけど、対戦よろしくお願いします。ベネット、殺されたんじゃ。FF。わかんないんだったら喋んない方がいいんじゃないのか。さあ、行きましょうか。はあ、ガルガブギル、アロー、ミトム、マンム、か。そうですか。そうですか。そうですね。マリルリ行きますかね。マリルリの方がいいかな。ミトムを誰で倒すかだけちゃんと考えたら、マリルリでもいいけど。ドランカ、なあ、ヘラの方がいいのかな。ヘラの方が良さそうではありますけどね。マリルリ、マリルリがハマったらマリルリなんだけどな。ミトム出てこないとしたら、ヘラクレセドランなんですよ、こういうパーティーは。ただ、ミトムがいるんで、ヘラなんですけど、まあ、ガブとか、マンムーとかに熱くするためのマリルリなんで、まあ、マリルリもいいかな、とか思いつつ、でも結局アローがいるんで、ドランっていう、まあ、そういう選出ですね。はい。こんな感じで、対戦お願いします。うん、割ともう、なんか、テンプレ化というか、決まりきってるというか、基本選出がもうこれですからね。ヘラクレセドラン。ガルドから来る。おー、はぁはぁはぁ。あー、どうしよう。あー、ガルドから来るか。あ、難しいな。あー、そこは考えてなかったな、あんまり。あー、多分どうせガルだろうなとか思ってたんですけど。どうしようかな。引くか。これね、地震で落とせないっていうのがね、なかなかまたおつなところで。それ以外が止まるからね。で、弱砲の可能性バリバリあるしね。弱砲にかけない。弱砲撃たれたら、弱砲、どうしようかな。受けから行く。何ドランかわかんないのがね、これ物理特殊なんで、まあ、多分特殊なんだと思うんで、多分特殊だと思うんで、自信打ちます。理にかなってないって。物理だと思うんで地震打ちますだったらまだわかるけど、ね、特殊だと思うんで地震打ちますは全然敏感なってないっていうね。はい。さあ、何が出るかな、何が出るかな、たたたたたたた、残念でした。外れ引きました。外れ引きましたわ。まあ、シャドウもな、これドランで受けたところでなんですよね、実際。難しいよね、ここは。判断が割と人によって変わる。うふーい。さて、で、こうかな。まあ、クレセは、こう投げた方がいいでしょうと。まあ、シャドボ耐えますからね。2段階アップのシャドボ耐えますから、このメガヘラ。強い。そういうところ強い。さあ、ほんで、クレセポン投げる。で、影打ちあたりが来る。ここシャドボン打ってきたらうまかったかな、相手ね。いてぇ。強えなー。強いねー。で、ここで、相手どうなのかなんですよね。クレセ抜いてるのか抜いてないのか。抜いてない、はい。よし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 。オッケー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 。まあ、これが対処法なのかな。じゃあ、ここガルド。どっちが安定すんのかな？ドラン投げた方が安定すんのかね？結構際どいとこですよね。さあ、ロトム。ロトムか。うん。ロトムか。ロトムか。まあ、月ピカかな。一回様子見ましょう。鬼火！鬼火があるのね。受ける側の、ロトムですか。これどうなんだろうな。鬼火打ってきたってことは、ガルじゃないのか。ガルか？いや、むしろガルか。これどうなんだろうなぁ。なんとも言えない。ドロポーン。ガルっぽいよね。ガルかガブだよね。ガルかガブか、あとは、ハチマキアローっていう可能性。そっちもある。うん。だうまく、ドロポーンのダメージがこんなもんなんで、まあ、受かるんで、
じりじりこう削りながら相手の出方を伺っていくぐらいな感じでいいような気がしますよね。まだぴょんぴょんしない。ちょ、ラス1次第だからまだちょっとぴょんぴょんはできないんですけど、ガル、クレセ見たらガル投げないって人もいるからね。クレセ見ても問答無用でガル投げるって人もいるから、結構そこはなんとも言い難いところなんですけど、はい。ドゥンドゥンかないか、10万。10万、ボルト、鬼火、はい。どうしよっかなーこれ。ぴょんぴょんしちゃっていいですか？ぴょんぴょんするならもう一旦前か。するなら前か。受かるかな？受けよう。そうだよね。そうだよね。ぴょんぴょんするなら一個前のあれですもんね。そうだよね。そこはもうなんか、一個自分が決めた道がそうだったら、行かざるを得ないみたいな。はい。ボルチェンか。ボルチェンだったらぴょんぴょんでよかったね。さあ、ラス1がわかる。ガル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 、痛い。熱い。でもトリル張ってますからね。あいつ何してくんのかなっていうところで。はい。猫玉？猫玉だと落ちないけど、やけどで落ちる。ああ、まあ回復してるから落ちないのか。はい。捨て身？グロパーン。グロ捨て身か。これどうですかね？ここでトリックルーム外れるじゃないですか。で、で、やけどダメージで、あ、トリルラストターンもう一ターンあった。ここちょっと悩みどころじゃないですか。どうしよっかなぁ。クレセ捨てて、どうにかなる。クレセ捨てんの、いや、でもクレセ捨てんのちょっと違う気がするよね。割と。うわ、行動誤ったなぁ。ミスったなぁ。なんか完全に相手にアド上げちゃってる感じしますよね、これね。どうしよっかなぁ。ドラン捨てるか。ドランいらないもんな。ドラン捨てよ。なだれじゃないこと祈るわ。ちょっとやっぱ、結果ぴょんぴょん正解だったね、一旦目。恩返し、まだいるのか、恩返しガルとか。恩返しガルってまだいんのか。いい加減捨て身にしましょうよ。僕も捨て身にしましたよ、いつだか。もう、まあいいですけど。恩返し、はい。いるんだね。そうなんだ。マジか。いや、これ、恩返しってどうだったかな。もう覚えてないな。150でしょ。ギリ耐えません？これ、でも恩返しガルって、不意打ち必須だと思うんで。あー、耐えないわ。無理だ、負けたわ。いやー、対戦ありがとうございましたですね。結果ぴょんぴょん正解。なんかこういうありきたりのパーティーに負けちゃいけないよなぁ。やっちゃいましたな。はい、ありがとうございました。まあそこで結局ぴょんぴょんで、結果ぴょんぴょんだったけどね。まあそこぴょんぴょんしちゃうと、もしラス1アローだった場合は結構辛かった。